1番グリーン405ヤード打ち下ろしですがアゲインストです。おなしゃちょっと左に引っ掛けて木に当たった音がしました。見えた？いや見えなかったです。木に当たった音がしたよ。暫定？これはちょっとドローがかかって少し戻ってきました。右ラフか。右からドローを奪ってフェアウェイ真ん中のナイスショットです。暫定は今度右にできました。右の林方面 OB はありません。杉田選手第2打168ヤードちょい下りフォローです。うん、ナイスショー。トラブル発生です。酒井選手第2打ピンに向かってまっすぐナイスオン、ちょっとショートです。伊波選手のボールが見つかりませんでした。探しましたが見つからず2発目がこの辺りに来ています。あった？伊波選手がトラブっています。1打目見つからず木に当たってしまい、こういう状況になっています。これが第4打目になります。これはフェアウェイに出して6打目狙いとなります。直接狙ってきました。バンカー、左バンカーに入ってしまいました。惜しい。ナイスパー。に回ってました。バーディーならず。さあ杉田選手約3メートルバーディートライです。惜しい。ナイスストロークでしたがラインが少々違いました。外して長としてしまいました。153ヤード打ち下ろしマイナス7、8で145ヤードというところでしょうか。ちょっと当たりが薄いか、遅れか、ちょっと
きかった。右奥になっています。これもピン右ちょっと大きい。やはり打ち下ろし部位はピン手前だと止めるのが難しいです。ピン右にはすり込んでいってます。距離はナイスショット。ピン右止まりました。ナイスショット。坂井選手2打目アプローチ。18m ですがショート気味、うん、バーディーカット入るか。どうし約 1m20cm のオーバーです。いや選手約 4m フックライン。関田選手決めることができるか。ナイスバーディー。さあ先ほどのボギーをバーディーで戻して、するこれができるか。坂井選手さあ残り2でした。さあ最終ホールです。リンゴルフフューチャーズゴルフトーナメントはカウントバックのため、ここのバーディーは非常に大事になります。ドローがかかり、フェアウェイ右からフェアウェイ右にナイスショットです。ナイスショット。右に吹けてます。右ラフからバウンドのギリギリフェアウェイか。フェアウェイ左、ナイスショットです。ナイスショット。この少し右から出て、ドローがかかりきらずに、右ラフです。追い風打ち下ろし。2打目、250ヤード。で、ツーオンです。正面のところございます。ネガターゲット、ちょっと左引っ掛け気味です。これはちょっとまずい。林の中に入ってしまいました。さあ伊波選手、伊波選手の通用狙いが、ちょっとピッチャーゴロでした。杉田選手近づけないか。うまく打ちました。まっすぐ飛んでます。どうか。お、乗った乗った。右側に乗ったよね。なんか通音っぽいです。
コン選手はレイアップしました。さあ、矢野選手、どうやら上から狙っていくようです。残りは100ヤード、打ち下ろしで85というところでしょうか。ドローをかけるようです。ドローをかけて、ちょっとショートでした。初めてだと大変だろこのコース。どこ行って打っていいか分かんないじゃない全然。どこが絶対まずいか分かんないし。練習ラインしたかったのか。お、坂井選手はボールは見つかりましたが、ショットはなさそうです。さあどのように打つのか。コン選手250ヤード下り、お、うまく乗せてきました。バーディーチャンスです。サウイチです。坂井選手はどういう技を見せてくれるのか。お、バンカーから出てグリーンオンです。バーディーチャンス、ナイスショット。奇跡のショット。ショットあった、あったんだ間。バンカー通ってったよね。これは狙いたい。杉田選手見事ツーオンイーグルパットです。下り 70% のフックラインです。さあイーグルなるか。打った、ナイスストロークでしたがラインを読み切れませんでした。林のバッカーの奇跡のショット、差を 1.5、 上りのクリーンです。さあ決めることができるか。惜しい、ボールを過ぎてからスライスしました。大選手パーティーパットです。ナイスバーディリードがってしまいました。杉田選手バーディー、優秀な美岡さん何か。ナイスバーディー、バーディーバーディーフィニッシュ、お疲れ様でした。千葉選手3打目アプローチです。現在2オーバー、これを入れると1オーバー、3位タイに上昇します。さあ千葉選手最終ホール、
るか。惜しい。あと3センチ。残念パーでした。ナイスアプローチでした。島袋選手、9番、見事に寄せ、バーディー確実な距離に置いております。現在2オーバー。これを入れて1オーバーになると3位タイです。3位タイ。お疲れ様でした。残念パー。残念パー。トーナメントリーダー上竹選手です。状況を知らなかったようです。教えてしまってプレッシャーを与えてしまいました。残念ながら2オンならず、次バンカーからのサードショットです。これ寄せてバーディーだと優勝です。ライは悪くありません。難易度としてはさほどでもないと思います。さてどうなるか。上竹選手、グリーンの状況を調べております。ちょっと入ってしまった。ちょっと大きくなってしまいました。緊張させてしまいました。私がしまいました。